鹿屋航空基地資料館は、鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊の航空資料館である。昭和48年12月に開館し、平成5年7月には新資料館としてリニューアルオープンした。第日本帝国海軍鹿屋航空基地時代から、現代の海上自衛隊に至るまでの写真や文献、実機等を展示することによって、戦争、 神風特別攻撃隊の実態、現代海上自衛隊の装備の変遷、活動等を明らかにし、それによって国家を守ることの意味が理解されることを期としている。保管資料数は約5500点である。資料館の見学順路は2階から始まる。2階フロアは旧軍時代における海軍精神、実力の養成会軍航空隊の発展。 海軍航空兵力の攻防航空洋兵思想の変遷特攻作戦のコーナーがあり特に実力の妖精海軍航空隊の発展では樽見市浜平の海岸で引き上げられたものと旧加瀬田市吹上浜で引き上げられたものを合体復元した定式環状戦闘機52型兵が展示してありコックピットを見学することもできる順路は1階へと続き1階フロアでは 海上自衛隊の装備、活動が展示されている。海上自衛隊の発展、国防を支える人々と、航空技術、海橋たちの系図、ソマリア沖、アデン湾における、海賊対処活動のコーナーに続き、海上自衛隊の発展では、警察予備隊時代の海事創成機の記録が公開され、国防を支える人々と、航空技術では、航空機や、 兵器の製造技術の発展が主な展示内容で、ハープーン対艦ミサイルや、単魚雷、航空機用のエンジンが見られる。また、P-2 対戦哨戒機のコックピットや、乗組員の座席がディスプレイされている。海鷲たちのケ図では、実機の h s s 2 b 級7ヘリコプターや、海上自衛隊員の制服があり、さらに、ソマリア沖、アデン湾における、 海賊対処活動へと続く。ここでは P-3 進や隊員の派遣の記録や隊員たちが身につける装備の展示もある。西木大帝 P-2J 屋外には過去に装備された機体の展示がある。以下に展示機を列挙する。ありがとうございます。